私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私は最近再婚して旦那と娘と愛犬の4人で暮らしてる。ご近所さんには親友のゆりとひまわりが住んでいて、すごく毎日楽しいんだ。休みの日もゆりやひまわりと会うことも多くて、子供たちも大喜び。そんな私にいきなりこんな LINE が。ひまわりとなるみの LINE。 なるみさんの旦那、私がもらうわ。だからなるみさんはお払い箱さっさと出て行ってね。ちなみにその家も私がもらう予定だからよろしく。何言ってるの？っていうかひまわりじゃないよね。なんで？私はひまわりだよ。言葉遣いが違うっていうか、ひまわりはわらとか基本的に使わないし、それにそんなふざけたことを言ってくるなんて冗談でもありえない。なんだ、もうバレちゃったの？今日は確か清香さんが遊びに来るって言ってたから清香さんでしょ。ご名答。あ、ひまわりさんが帰ってきたから携帯返すね。清香となるみの LINE。 それでさっきの LINE は何なの？人の携帯を勝手に使って意味のわからない LINE を送るなんて。親友からあんなことを言われたらどうするのかなと思って気になったの。親友にだったら愛する旦那様を譲ってあげるのかなみたいな。旦那を譲るとかものじゃないんだけど。そうだけど、親友と旦那だったらどっち選ぶの？ひまわりさんが本気であんたの旦那のこと好きって言ったら譲るの？そもそもひまわり夫婦はすごくラブラブでしょ。私の旦那に恋をするっていうこと自体が考えられない。そして万が一好きになったとしてもあんな言い方をしないと思う。ふーん、なるみさんは旦那を選ぶってことか。親友より男を選ぶんだね。意外と安っぽい絆なんだね。そもそも前提が間違えてるって言ってるの。それであなたは何がしたかったの？そのまま譲ってくれればラッキーだなと思って。実は私、なるみさんの旦那さんに一目惚れしちゃったの。は？それでいろいろアプローチした結果、私たち付き合うことになりました。ありえないね。え？だからありえないって言ったの。私の旦那があなたに交際を持ちかけたなんてことは絶対にありえない。そんな不貞行為を働く人じゃないし、もし不貞行為を働いた場合はすぐにわかるから。本当だよ、本当に愛し合ってんだよ。なるみさんのことを捨てて私と一緒になるって言ってくれてるの。だからなるみさんの方から離婚の話してくれる？お断り。彼が本当に心から好きな人が別にできた場合は離婚するけど、彼は今でも私のことを一番に愛してくれている。どうやってそれがわかんのよ。男って意外と嘘上手なんだよ。家に帰ってきてなるみさんに愛の言葉をささやいているのかもしれないけど、仕事に行くふりして私にも愛の言葉をささやいてくれてるの。ありえないね。彼はそんなに器用な人じゃないし、嘘がつけるタイプでもない。そう思ってるのはなるみさんだけ。世の中の何人のカップルや夫婦がそう思ってると思う？5年付き合ってた彼氏からいきなり振られた、しかも豹変したとかよくある話じゃん。目に見えるものが全てとは限らないんだよ。目に見えないところは親友が目を光らせてくれてるから。ひまわりさんが？ひまわりさんって天然な感じで、目を光らせるどころか目をずっとつむってる感じじゃない？絶対に気づかないと思うけどね、ひまわりさんじゃ。私の身の回りを見張っているのはひまわりじゃないけどね。まあとにかく今後はふざけた LINE をしないこと。ひまわりの許可を取って携帯を触っていたの？別に関係ないでしょ。人の携帯を勝手に触るのはいけないことだよ。そんなことも言われないとわからないの？うるさいな。年齢を重ねると口うるさくなってたまんない。絶対あなたの旦那さんもピチピチで若い私の方がいいと思ってる。私すごく若いでしょ。それに彼のためだったら何だって尽くす。早起きしてお弁当作ったり。お弁当は私も作ってるけど。家に帰ってきて夕飯準備したり。それも私してる。帰ってくる時間が遅い時は彼が作ってくれることもあるけど。それからそれから、とにかく若くて可愛い私の方がいいの。それを決めるのはあなたじゃなくて彼だから。なんなのその余裕そうな感じ。感じ悪っ。しょっぱなに感じ悪くしているあなたにだけは言われたくないんだけど、とにかくこれ以上ふざけた LINE を送ってこないでね。それじゃ。めーだ。数日後。ちょっと私の家の外で何してるの？カーテン開けたら立ってて怖かったんだけど。あなたの旦那が出てこないか待ってる。食パン加えた方がいいかな。
遅刻遅刻って角を曲がったらぶつかるみたいな。今時そんな少女漫画本当にあるの？というよりパンを加えながら歩くのはやめた方がいいよ。普通に水分なくなってパサパサになるし、それにその状態で走ったら本当に危ないし。そんなことは分かってるわよ。そうじゃなくて、あんたの旦那が出てくるの待ってんの。偶然を装ってデートにでも誘っちゃおうかなって。残念だったね。旦那だったら今日いない。はあ、もしかして朝帰り？新婚なのに朝帰りなんてかわいそう。今日は自分の実家に帰ってるの。え？たまには顔を見せに来いって言われたみたいでね。仕事仕事でなかなか実家に帰ることがないから、昨日の夜から泊まりで実家に帰ってるってわけ。なんで最初に言わないのよ。それを聞いてたら今日は来なかったのに。そんなのどうやって伝えるのよ。あなたが勝手に私の家に来たんでしょ。というより家の前に勝手に立つのやめてくれる？普通に怖いから。これから偶然を装ってあなたの旦那さんとたくさん会うの。好意を向けられて嫌な男性はいないはず。たくさんアピールすればきっと振り向いてくれるわ。悪いこと言わないからそろそろやめときな。ここら辺でやめてるうちはまだ可愛げがある。でもこれ以上私に関わるようであれば身の安全は保証できない。身の安全って大げさだな。あ、もしかして離婚するときに慰謝料を取るぞみたいな話？知ってた？不倫の慰謝料の相場って100万から300万なんだよ。つまり300万で愛は買えるってこと。何言ってんの？そういう話じゃなくて本当に危ないよって言ってんの。はいはい、覚えときます。とにかく今日はあなたの旦那がいないから来た意味ないな。私今日は帰るけどまた後日来るね。二度と来るな。旦那が実家に帰ったってとっさに嘘をついてよかった。この後お出かけするのについて来られたらたまらないもん。3日後、私の娘がそっちに遊びに行ってると思うんだけど、もう迎えに行ってもいい？なんで？あなたがいきなり朝私の家に来たんでしょ。自分の娘が遊びたがってるから家に連れて行ってもいいかって。娘の桜花も遊びたいって言ったから任せたけど、そろそろ迎えに行こうかなと思って。今二人は楽しそうに遊んでるから邪魔しないであげて。心配しなくても送り届けてあげるから。もしかしてそれで私の家に来る口実を作るつもり？え？そうやって私の娘と遊びたいと言えば私が断れないのをいいことに私の家に出入りして旦那と仲良くなろうとしてるんでしょう。そんなことないよ、考えすぎだって。私はただ娘が遊びたいって言ったから連れてきただけ。それにちょっと失礼なこと聞くけど、娘さんの親権は元旦那さんが持ってたんじゃなかったの？そうだけど月に2回だけ会えるんだ。だからどうせだったら娘が喜ぶことをしたいでしょ。旦那と離婚してから娘は引っ越すことになっちゃって、なるみさんの娘さん桜花ちゃんと遊べなくなって寂しそうだったんだもん。言ってる意味はわかるけど、下心が見えるからちょっと嫌なんだよな。下心なんてないわ。私は娘のことを思って動いてるの。でもせっかくの時間でしょ。桜花とばかり遊ぶんじゃなくて親子の時間を大切にしたら。だからそろそろ迎えに。ダメだって言ってんでしょ。こうやって何度もなるみさんの家にお邪魔して、なるみさんの高スペック旦那いただくんだから。覚悟してなさいよ、若さには抗えないんだから。若さだけが取り柄のガキは黙ってろ。え？とにかく娘は今すぐ迎えに行くから。ダメダメ、返します。あなたの家に送り届けるから家には来ないで。それであなたの旦那とお近づきに。いい加減にして、今すぐ迎えに行くから。来なくて結構、かけかっか。こいつ。ゆりとひまわりと清香のライン。今すぐなるみさんのお子さんを返してください。そうですよ、返してくれなかったら立派な誘拐です。誘拐なんてひどいこと言うじゃない。私はただなるみさんの子供と遊ばせてあげようと思っただけ。親心がわからない人たちで困るわ。私たちも親なんですけど。なるみさんと仲がいいママさんたちは本当に心が狭いのね。ちょっと遊ばせるくらいで大げさなんだから。けどそれを理由になるみさんの旦那さんに近づこうとしてますよね。そんな発言をするから私たちが心配するんですよ。大丈夫大丈夫、ちゃんと送り届けるから、それまでは遊ばせてあげてよ。じゃあ私の息子もいいですか？え？清香さんの娘さんとは息子の太陽も仲が良かったので、どうせだったら遊ばせてもらってもいいかなと思って。まあ別にいいけど迎えに来てよ。なるみさんのお子さんを送り届けるのに太陽君は迎えに来いですか？ガソリン代もったいないからね。それに私もそんな暇じゃないから。
どこまでも欲望に忠実というか、なんというか、これ以上私のなるみさんに迷惑をかけないでください。私のなるみさん？そうです、私はなるみさんのことを愛しているんです。ん？簡単に説明すると、ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視してます。そしてなるみさんに迷惑をかけた人のことは地獄に引きずり落とすのがゆりなんです。言ってる意味わかんないけど、まあいいや、好きにやって、私は関係ないし。あなたは現在進行形でなるみさんに迷惑をかけています。なのであなたが関係ないということはないんですけど。私は別に関係ないでしょ、ただなるみさんのお子さんと自分の子供を遊ばせてただけ。家に着いたので太陽入れてもいいですか？はいはい、どうぞ。それで静かにしてくれるならいいけど、お迎えには絶対来てよ。なるみさんの旦那様から伝言です。え、なになに、私の美貌に惚れちゃった？今度食事に行きたいとか、それとも結婚を前提にお付き合いしたいとか。気持ち悪いストーカーもどきをやめてください、だそうです。は？なるみさんの家の周りをうろうろしたり、お子さんを出しにして会おうとするんだから怒られて当然ですよ。本当に言ってた？嘘だと思うなら録音もありますので、そちらを確認しますか？今すぐ聞かせて。本当に言ってる。ちょっと仲良くしようとしただけなのに、こんな冷たく言うことないじゃない。なるみさんの旦那様はなるみさんのことをすごく愛していますから、あなたのような下心丸出しの人が大嫌いみたいです。今までも社長とか見た目の良さで寄ってくる女性は多かったみたいですよ。そういう風に肩書きや外見しか見ない人が大嫌いって言ってました。だからこそありのままを見てくれるなるみさんが大好きらしいです。熱々。私となるみさんの方が熱々ですから。なるみさんとレンさんは沸騰したお湯ぐらいで熱々であれば、私となるみさんはマジで太陽のように誰からも触ることができないほど熱々です。いや、別にそこは張り合わなくてもいいんだよ。それにそれで言うと、私もよりも太陽のように熱々だね。うちの息子も太陽だし、ちょうどいいね。私はなるみさんとラブラブな仲です。あなたではありません。またまたツンツンしちゃって、睨まれたので黙ります。いいわよ、他に男探すから、もういいわ。でもなるみさんに仕返ししないと気が済まない。そうだ、この子供たちを隣町で置き去りにしてこよ。え？隣町程度だったら問題なく帰ってくることもできるでしょ。さてと、そうと決まれば出かけるわよ、あんたたち。あれ、さっきまで遊んでたのにどこに行ったのかな。お帰りたいよ。なんか楽しくないから帰ってきた。桜花も微妙な顔してたから連れてきたぞ。偉いですね太陽くん。ひまわりに似て野生の感がすごいというか、運がいいというか。お利口さんだね太陽。そっか、楽しくなかったのか。じゃあ私たちの家で遊ぼうか。うん、桜花とあざみとも遊ぶ。あら、私の娘とも遊んでくれるんですか？ありがとうございます太陽くん。3人で遊ぶの面白いからな。だから敬語使いなさいっていつも言ってるでしょ。私はこちらの方が可愛いので全然いいですよ。他の人にはちゃんと敬語使うんだよ太陽。へえ、はーい。勝手に外に連れ出すなんて何考えてんの。今すぐ戻ってきなさい。戻ったら隣町に置き去りにされるんですよね。絶対にダメです。私の娘まで連れて行くなんて、それこそ勇敢よ。あなたの旦那様には事情を説明して家で遊ばせると伝えました。え、先ほどの LINE のスクショを見せていますので、これから娘さんに会えないと思ってください。ええ、さてみんなでお家に行こうか。あれ、なんでずっと桜花ちゃんの手をつないでるの。だって危ないだろ、また変な奴に連れてかれるかも。父さんがいつもそうしてるように、俺も女の子を守るんだ。太陽かわいい。え、もしかして結婚。はい、もしかして桜花ちゃんと結婚しちゃうの。待って待って待って、嬉しいけど待って、太陽に春は早すぎる。何言ってるんだ、今は春じゃなくて冬だぞ。なんか話聞いてないから先に車行こうぜ桜花。ちょっと待ってください、それはずるいじゃないですか。なんでなるみさんとあなたが家族になろうとしているんですか。太陽くんの気持ちが一番大切なのは分かっていますけど、どうせだったら私もなるみさんと家族になりたい。
ダメだよ、ダメダメ、まだ早すぎる、太陽に恋は早い。ダメですからね、抜け駆けなんて許しません。あんたたち何してんの。もう最悪、娘に会えなくなったらどう責任取ってくれるのよ。あなたは娘さんを出汁に使おうとしましたよね。そうですよ、自業自得です。あと言っておきますけど、なるみさんに迷惑をかけた人は地獄行きですから。地獄？ミイラの作り方を知っていますか？諸説ありますが、鼻から脳みそなどをかき出していたと言われています。あなたには実際にミイラがそれで作れるのか試させてもらいます。え、そんなことしたら私ミイラになっちゃうね。鼻から脳みそをかき出して内臓をすべて口から引っ張り出します。もちろん麻酔などは使わずにそのまま行う予定ですから、壊れないでくださいね、ミイラさん。なんかやばい、こいつらやばい。ちょっと一緒にしないでくださいよ。私はただの善良な一般人です。どの口が言うんですか。逃げろ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 、逃げて他のとこでコスペイケメン男をゲットするんだから。はい、確保。ギャー。その後、清香さんは旦那さんからもう子供には会わせないって言われて会えなくなったみたい。お子さんも別にそれでいいっていう感じらしく、1ヶ月に2回会ったとしてもあんまり遊んでもらえなかったんだって。清香さんは娘さんに会う時に元旦那さんからお小遣いと称してお金をもらっていたみたいで、それを目当てに何度も会っていたらしいの。元旦那さんは美味しいものを食べさせてやってくれとか、どこか遊園地に連れて行ってやってくれっていう意味でお金を渡していたのに、自分のために使っていたなんて。清香さんは自分のためだったら他人のことなんてどうでもいい人なんだろうね。そのせいでユリに目をつけられて、今は裏の施設に連れて行かれた。まずは亡くなってもあまりダメージがない、内臓を口から吐き出しているみたい。ある程度進んだら最後は鼻から脳みそ。考えただけでゾッとするし、きついことはすぐにわかるよね。でも全部自業自得だから私は知らない。オオカもいつか彼氏なんか連れてきたりするのかな。楽しみなような複雑なような。でもオオカが選ぶ人ならきっといい人に違いないよね。ねえ、気になるよ、ユリの秘密。秘密？ちょっと前の話で言ってたじゃん、何か秘密があるんでしょ。どうしても知りたいんですか。知りたい。そうですね、もしどうしても早く知りたいというのであれば、メンバーシップで見れます。メンバーシップって何ができるの。特別な動画を見れるんですよ。私の秘密はもう少し待っていただければ見れるかもしれませんが。やだ、早く見たい。どうしても早く見たいのであれば、先ほど言ったメンバーシップで見れますので、他にも可愛い新キャラのモネちゃんも見れますし。何それ、私というものがありながらこの浮気者。しゃあ、ふん、なんか見る気なくなっちゃった。私たちの秘密の話も聞けますよ。え、私たちがどうやってできたのか、裏話のような話です。つまり私たちの出生秘話のようなものですね。何それ。実はあなたはメインキャラじゃなかったとかなんとか。え、何それ、気になる。じゃあ私も見る。もし気になる方がいたら、ぜひメンバーシップの方も覗いてみてください。ユリの秘密を暴くぞ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。